はい、皆さんこんにちは。ティープロイノベーションの手嶋です。小山です。皆さんいつもティープロ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、いつもともすでにこのオープニングというんですかね、段階ですでに我々はちょっと緩い感じでお話しさせていただいてますけども、なぜこれが緩いかというとですね、普段、小山選手もそうですけど、ティープロ TV 内で喋っていることとかインタビューの時ほとんど硬いんですよね。選手っていうのは確かに見えてると思うんですけど、選手の巣って見せたことある？いや、ないですね。レース1ですね、スタート直後、最低限の3番手は取れたけど、ちょっとすごいとても大きくセッティングを変えてきているの。てか悪い顔してるね。悪い顔してるよ、てしまうな。もうね、てっぺるよく言います。ドッキリ企画を今回やります。悪いね。この人も悪いですよ、結構悪いです。すでにこれ今オープニング撮ってますけど、実は V 内ではもう一回やってことになってますから。やってますね。やりましたね。どんなリアクションでした？オープニングとしてはまずまずかなと。なるほど。今やりましたと言いますけど、誰にやったかは言ってません。はい、実は今回やる相手はまさかの高橋優輝です。今全日本 ST1000 クラスのポイントリーダーでございます。高橋さんですね、普段から非常に優しくて温厚で、クールですからね。そうで、また真面目っていうイメージがあるんですけど、意外と僕らこう幼馴染の2人の前では結構ふざけたりもするんですよ。天然なんですよね。そうです。そうです、ね、すごい天然。その天然とか面白さが皆さんに本当に伝わってるかなって言うと、多分伝わってないと思うので、今回この T プロ TV を通して皆さんにその高橋優輝の素顔をお見せしたいと思いますね。数々のこのドッキリを行っていくリアクションを楽しんでいきましょう。ぜひやりますよ。ぜひやってやっちゃいます。はい、さあ、早速高橋選手に来ました。ドッキリ一発目第1弾を今回行いたいと思うんですけど、お昼ご飯、行っちゃいます。その場所はここ筑波サーキットのドライバーズサロン。ここの名物といえば、もつ煮定食なんですけど、特にここの一味は激辛で有名なんですね。で、僕はその一味は大好き、買って帰るぐらい大好きなんですけど、高橋さん、辛いの大の苦手です。大の苦手なんで入れちゃいます。一応流れとしてはね、小山選手 と、うちのヘルパーがもつ亭を取りに行きました。そこで小山選手と、スタッフが高橋選手のもつ煮にブワーッと入れます。その間私は何をするかというと、勇気、物川からコーラでも買いに行こうということで外出ます。その間に事件がこのお店の中で起きていると。入れちゃいます。おそらく高橋います。ものすごい簡単なドッキリなんですけど、リアクションを楽しみましょう。優しさです。優しさです。暑いって言ってたから。何年ぶりだろう、これ食べるの。辛いので、スッとしないとさ、部屋がバーンしないと、外出られるね。暑さでバレちゃうだろ。と思って、愛情。高橋さんへの。出してるか。高橋さん、出してる。
ます。すいません。もう絶対行かないよ。なんかこれちょっとしか下がってないかもしれないけど、めっちゃ辛いんですけど。そうだよ。で、今回やりましたよ。それの乾杯ですか。誰かがかけてくれたんだなと思ったんですけど、多分かけてから混ぜてあります。もうちょっと、もう一口食べて、汗めっちゃ。てれーそれがすごい。もうこういうことしますか。危険危険。暑い時はさ、食べてないぞ。やばいやばい。まだ一口しか食ってないですから。一口食べたことが大切なのを作ろうと思って。だからもう一口ってことだ。すっげえ汗だよ。本当に止まらない。分かりますよ。あんまりこの動画だと汗が分からない。やばい。まず、今日のお昼ですね、第1回目ドッキリ高橋さんへちょっと辛いのやっちゃいましたけど、どうでしたか。めっちゃ汗止まらなかったし、口もしばらくね元に戻らなかったです。いやもうね、まあ仕掛ける側としてまあ入ってきてね、まあモツ定食来て、ゆうきがコーラ買ってきて、椅子に座って、いやー、つくわのもつ定食久しぶりとか超笑顔で、いやーこれ久しぶりだな楽しみって言った瞬間に漏らしてるわけじゃないですか、辛いのを。笑えるのをこらえるのが必死で、もう大変だったけど、まあいい感じに高橋さんが引っかかってくれました。はい、なんかオープニングが2人違くなっちゃったんですけど、まあ実は T プロの手島さんはドッキリやりますと言ってオープニング撮って満足してますけど、まあ、そんなんで終わる T プロじゃないですよね。小山悪いですからね。小山悪いから手島にやってやりますよ。高橋さんも十分やりたいと思って、もうね一回やられてますんで、はい、二人でなんかいいこと考えましょうか。あ、思いっきり思いっきりやってやりますからね。中途半端じゃダメです。中途半端じゃ面白くないんで、思いっきり思いっきり悪そうな笑い。はい、ちょっと俺過呼吸でちょっとかもしれないけど今日。はい、はい、ぜひお楽しみに。楽しみに。あの高橋さんの悪い高橋さんを見れると思うんで。マジっすか。十分っすか。まあ事件まではいかないように、はい、なんか考えます。はい、また僕はあのそんなエースライダーに投げることはできない。背中がね、結構いくじゃん。うん、バーン行きます。ああ、こうなっちゃう。こうなっちゃう。ね、おおみたいなさ、誰みたいな。なんか部活で終わるんすよね、それね。絶対部活だって。今普通に。これはちょっとインパクトが。俺ちょっとお上品すぎるよ。むしろちょっとかかりたいくらい。ちょっとこれお上品でしょ。